ダーリー仕事したくねー、毎日春休みなんねーかなー。あ、そうだ忘れてた、4月といえば花見よ。あんたも一緒に行かない？もう行くったら行くのよ、さっさと準備しなさい。ふぅ、ここが花見会場ね。さてと、桜はと…で、あれ？どういうこと？桜の木が枯れてる？このままじゃやばいわ。そうだ、こういう時は私聞いたことがあるの。日本昔話で花坂爺さんって話を、枯れ木に灰を投げつけて木を満開にさせた伝説。そう、木だって生きてる。大切に思いやる気持ちさえあればきっと花を咲かせるに違いない。でも私にはコーヒー豆しかないわ。ううん、気にしちゃダメ、コーヒー豆でもきっと素敵な花が咲くわ。最高です。やばいわ、枯れ木からブライアンがたくさん生えてきた。このままじゃ世界がブライアンに支配されてしまう。もう終わりよ、取り返しのつかないことをしてしまった。まあ問題ない。その声は道明寺？まさかあんた私のために駆けつけてくれたの？ありがとう道明寺。でも道明寺、ブライアンは無限に生き返ることができるの。大量に生えたブライアンを一人一人倒していても埒が明かないわ。今私の能力でブライアンのコアを見つける。そのコアを叩けばブライアンを倒せるはずよ。やつのコアは あった。道明寺見つけたわ。やつのコアはあれよ。さあ行きなさい道明寺、あんたの力で世界を救うの。まあ問題ない。必殺道明寺スペシャルバージョン、ギグドリルブライク。こうしてブライアンの支配から逃れ、世界に平和が訪れた。だがしかし忘れてはいけない、家で岩盤を一つ見たら道明寺が100匹はいるということを。